ジャストコンサルティングの、塚田です。私はあの経営コンサルタントとして昨年の10月に株式会社、ビスワス様の方の、ご支援に、携わりました。その中でですね、初めてお会いしたあのシャーム代表、ビクラムさんとお話した時に、もうインドから来られた方ということを聞いて若干こう構えてたところが正直ございます。そんな中でですね、実際に、将来的にどういうことをしていきたいっていうことを、いろいろ伺った中で本当に、ビクラムさんが、大きなその貿易会社になっていきたいんだということを、しっかりと答えられたというところに対して、私は、異国の地から来られたお客様に対して、そういった夢をですね、しっかり持って実現していこうというパワーをすごく感じまして、そこに感銘を受けまして、ご支援しようというふうに思いました。実際いろいろですね、事業計画を立てていく中で、シャーム代表、ビクラムさんの、お考えを、丁寧に、拾い集めながらですね、事業計画の方を立てていきました。その結果ですね、今回こういった、新社屋新倉庫の、進行にですね、携われるようになりまして、本当に良かったかなというふうに思ってます。で本日、実際に竣工式に立ち会いまして、皆様の、やっぱりパワーと活動っていうのが改めて感じ取れた、中で、今後ますますの発展を、確信した次第でございます。実際にですね、事業計画を立てるところとあと実行するところっていうのはですね、両輪で回していく必要があるのかなというふうに思ってます。私たちはですね、事業者様の考えているものを、文書に落として、数値計画にしていって、でそれを、トレースして、実現していくというような活動を、メインでさせてもらっているわけなんですけれども、これはですね、別に国内外の方に関わらず、皆さん必要な要素なんではないかなというふうに思ってます。事業計画等の、ご支援が必要な場合はぜひ塚田までご連絡ください。以上です。ありがとうございます。